浦部ハンジ。転向してきた翼をチームメイトに、そしてロベルト本郷を監督に迎えた新生南葛小サッカー部の最初の練習試合の対戦相手は浦部が所属する西ヶ丘小サッカー部だった。なんだそのタックルは。そんなこっちゃ、西ヶ丘小キャプテン、この浦部ハンジ様のドリブルは止められねえぞ。若林の所属する修鉄小サッカー部に30対0で負けるなどしていた南葛小サッカー部を見下していた浦部たちだったが、行くぞ。翼に超ロングシュートを決められたことをきっかけに南葛にペースを持っていかれ敗北。バカな。翼の強さと南葛小の成長を目の当たりにした浦部は、南葛小対修鉄小の対抗戦を観戦しに現れる。石崎くんが怪我？うん、誰か助けと。だったら俺が出てやるぜ、この浦部ハンジ様がよ。いや、俺が出る。こいつよりは戦力になるぜ。負傷した石崎に代わり出場すると言って、浦部は後に大友中で大友カルテットを結成する山吹小の岸田と競り合う。しかし南葛小に転向してきたばかりの三崎太郎が出場することに。その後浦部は全国少年サッカー大会に出場する南葛 SC にも選ばれ、翼たちのチームメイトとして数々の激闘を繰り広げる。大会を通して幾度となく窮地に立たされる南葛 SC。 しかし苦境に追い込まれるたびに不屈の闘志で乗り越えていく。俺たちはまだ負けたわけじゃない。そして浦部もまた苦闘を戦い抜き、ついに全国大会優勝の瞬間を共にするのだった。